クラウダユです。生活防犯038セレクト詐欺犯罪防犯対策。いろんな手口の詐欺。送りつけ詐欺。年末に注意。受け取っても買う意思表示をしなければ契約は成立しないので放置しても大丈夫だそうですが、怪我人などを送ってきたりする。開封すると送り先を間違えた、弁償しろと言ってくる危険もあるので注意。お金を払うとお金を取り戻すのは難しい。代引きでは支払わないこと。カニカニ詐欺に22万人が騙された。突然送られてくる場合や、電話で親しげに話してきて、カニをお送りしますと言われる。数日後、カニが届く。代金引き換えで19,800円など。この場合はお金を払わず、商品を受け取らない。代金引き換えでない場合、受け取りのサインをしてしまうと、A と B のパターンがある。A さんは14日間カニを捨てずに持っていた。B さんはカニをすぐ処分。後日支払い義務発生。業者に引き取りの請求をした日から7日間は商品を保管しておかないといけない。食べたり捨てたりすると、弁償という名目で支払わないといけなくなる。マインドコントロール詐欺。訴えられていますと弁護士の〇〇から電話がかかってくる。社会的権威のあるものを信じるハロー効果。マインドコントロール詐欺は、あなたの不安につけ込む。病院の入り口で待ち伏せ。病気で不安を持っている人を狙う。詐欺の被害は災害時が多い。区役所の職員を装い、一口10万円の義援金を募る電話をかけてくる手口など。占いにはまる女性は要注意。スマホの占いサイトに500万円を注ぎ込む被害があった。名前と生年月日の入力。2回無料というもので、名前や生年月日から SNS の個人情報を調べている。占いを聞きたがる女性は、不安を抱えている。不安を抱えているので、ターゲットにされる。3回目から1回あたり1000円が必要と言われる。飲んでいる水が良くないと言い、幸せの水を購入させる。家の方角が悪いと、引っ越しできないなら、水晶玉を購入して飾りましょうなど、様々なものを購入させる。経済的に厳しいと言ってきたら、今辞めると良くないことが起きますと引き止められる。婚活女子へのマインドコントロール詐欺。婚活パーティーで知り合った男に、マンション投資を勧められた。君のためを思って勧めたのに、と、切れる詐欺男。不意に怒られた女性は、本気で話せて分かり合えた気がする。この人とならきっとうまくいくと思う。冷静に考えればおかしいのに、好意を持った男性から言われると、信じてしまう。あれよあれよと話が進み、ここにハンコを押せば僕らが一緒に住む家の契約成立だよと。
契約成立直後、男は音信不通、女性は2000万円を騙し取られた。強引な手口は不安な女性に効果的。怒られると自分のことを本気で考えてくれていると錯覚。かく乱効果という。8000万円当たりましたと何度もメールが来る。もしかしたらと信じる人もいるので、被害が絶えない。一回試してみようという人が出てきてしまう。不安な大学生へのマインドコントロール詐欺。就活セミナー。欠点をけなされる訓練や、8万円の教材や DVD。50万円以上の出費。就活セミナーの関連会社に入社。自分がマインドコントロールをする側となる。親に対しての詐欺。息子を名乗る男性から電話。怪しいと思ったが、上司に半分肩代わりしてもらっている。息子のために他人がお金を出している。迷惑はかけられない。偏方性の原理。マインドコントロールを防ぐ3か条。1、不吉なことを言う人には気をつけろ。2、小遣いレベルを超えたら気をつけろ。3、支援者を非難し始めたら気をつけろ。空き巣、泥棒、犯罪。空き巣、11月、12月に増える。忍び込みのタイプ。泥棒が人がいるときに入る理由。留守だと現金がない。貴重品や財布を取るため。対策は必ず鍵を閉めること。3月、4月、5月は空き巣などが増える。居場所がわかる SNS の投稿はしない。留守ですと言っているようなもの。空き巣の新手口。市役所の職員を装い、明日からゴミ出しの場所が変更になりまして、すぐ近くなので、今からご案内させていただいてよろしいでしょうか。鍵をかけずに A さんはついていき、もう一人が家に忍び込んで財布の現金を抜く。5分の犯行。空き巣は新聞の訃報欄を見ている。葬式など斎場へ行っている間の留守宅が狙われる。空き巣が減らせるかも。花を植えると水やりで人の行き来が多くなるため。マンションのベランダ、鍵をかけていない人が多い。新聞屋のホワイトボード、旅行する家が新聞の配達を止めてもらうので、留守宅がわかる。カーテンを少し開けていると、いないのがわかる。冷蔵庫にへそくり、空き巣が最初に物色する場所は、タンス、冷蔵庫。空き巣のターゲット、狙われやすい曜日は金曜日。空き巣は塀が高い家を狙いやすいので、見通しの良い塀が良い。空き巣が嫌がること。1、顔を見られて声をかけられること。2、補助錠などで開けるのに時間がかかる。3、防犯カメラなどのセキュリティシステム。空き巣の下見。コンビニ、工事現場の作業員に変装などして、怪しまれないように、
公園などから下見をしていたりする。留守や帰宅の時間、家族構成などを調べる。留守を狙い、セールスマンを装ってピンポンする。泥棒は空振りが多い。ローリターン、ローリスクしかない。この家に入ると捕まるかもしれない。この家に入るのが面倒くさいと泥棒に思わせることが防犯となる。知らない人がピンポーン。泥棒は呼び鈴を押して入ってくるので、居留守を使うと居直り強盗になる可能性もある。どなたですかと答えましょう。雨の日に泥棒が増える。音が雨音にかき消される。戸を閉めていたり、傘を差していて、目撃者がいない。いろいろな犯罪。当たり屋。人に当たり、壊れた携帯を落として見せ、1万円請求。当たられた人はつい払ってしまう。切れる高齢者、65歳以上、面識なし、53%。理由は怒り。なぜ20年で52倍に増えたのか。一人暮らしや知らない人ばかりで、高齢者の人とのつながりの減少が原因。万引きなどの窃盗の検挙者数。3年前に高齢者の万引きなどが少年の検挙者数と逆転した。犯罪再犯率も 46.1%。殺人、加害者に最も多いのは親族・配偶者で 48.3%。万引き。現在、万引きはライブ配信でチェックする時代。SNS でライブを見ている人が、在庫が見えるので来店する。1.5 倍の売り上げ。万引きは10分の1に減った。犯罪の手口。1、13歳の中学生の2人組。現金9万円盗む。トイレを貸してもらえませんか？一人がトイレ、もう一人が室内を物色。2、ワンクリック詐欺。ウェブサイトを見ていたらいつの間にか会員登録され、高額料金発生の画面が表示された。登録完了後、タイマーが作動し、振込期限30分までカウントダウンされる。怯えて振り込む人がいる。3、振り込め詐欺。オレオレ詐欺、男性から私私詐欺、女性が増えている。振り込め詐欺で実際にお金を取り戻せたケースは去年では 3%。 被害金額約382億円。返ってきた金額約13億円。4、サプリや健康食品で初回は無料というもの。何回も届き、8000円などの請求。定期購入契約であったり、5回以上の購入が条件であったりする。スマホは画面が小さく、細かい文字を見落としやすい。この4年で10倍の被害が発生。犯罪の手口。5、キャッシュカード番号や暗証番号を騙し取る手口。銀行を名乗り、不正利用されているので対処します。口座番号と暗証番号を教えてください。
というのが多かった。手口が進み、詐欺師が被害者の名前も刻印されている本物そっくりの偽物の新しいカードを送りつけてくる。セキュリティレベルを上げました。古いカードを回収しますので、暗証番号も書いて送ってくださいというようなもの。銀行は古いカードを回収することはない。連絡するとすれば、廃棄してくださいでしょう。私は騙されない。もし詐欺師だったらわかると皆様は言われます。詐欺をやるかもしれないと思われる人は、絶対詐欺師になれない。7、無視したことでかえって被害に遭うケース。裁判所からの通知、身に覚えのない動画サイトからの訴訟の通知、架空請求で身に覚えがないので無視したら、1ヶ月後裁判所から敗訴の通知が届く。この通知は本物で、2週間以内に異議申し立てをしないと敗訴が確定し、支払わなければいけなくなる。裁判所の電話番号を調べて、電話して確認すること。よかったらグッドマークボタンを押してね。8、最も巧妙な手口の詐欺。会社役員のもとに1通の手紙が届く。あなたの浮気写真を預かっています。30万円で買い取りませんか？被害者は手紙をいただいた〇〇ですが、どこに振り込めばよいのでしょうか？と問い合わせ、大金を振り込んだ。支払った人は絶対に捜査機関に訴えない。ネットショップ、消費生活センターなどにおける60代以上の方の悩み。3分の1が定期購入をやめられないと相談。どうやったらやめられるのかわからないや、買いすぎたなど。経済評論家の門倉さん解説。ネットショップのつい釣られてしまう宣伝文句ランキング。第1位、送料無料。第2位、今だけの特別価格。第3位、激安。第4位、訳あり。第5位、ポイント2倍。第6位以下はお試し価格、特典付き、限定仕様、代引き料金負担、数量限定など。送料無料は店側の損にならない場合が多い。買う人が増えるので利益の方がコストを上回る。一度ネットショッピングで買ったらクーリングオフできない。訪問販売とかはクーリングオフが効くので返品ができる。ネットショッピングは店や業者ごとの特約があれば返品できる。宅配業者と親しくなってしまった。池田先生解説。宅配業者は仲良くなって問題が起こったりするので、ローテーションしている場合が多い。ネットショッピングとリアルな店舗の使い分け。門倉先生解説。一般の人は3万円を超えると、6割以上の人は実店舗を利用している。1万円未満になると、多くの人がネットショッピングを利用している。値段の安さ、利便性を重視。ほんまでっか TV のエンドテロップ。この番組に登場する情報、見解はあくまでも一説であり、その真意を確定するものではありません。家族間の暴行事件。
家族といる時の方がストレスになる。主人在宅ストレス症候群、児童虐待、暴力以外の虐待、教育虐待など。一般用語でパラサイトシングルとは、寄生する独身者。モンスターシングルとは、35から44歳で無職の人、62万人いる。育児放棄、児童相談所の番号は189、いち早く、子ども本人からの通報は 1% 未満、子どもにとっては相当な勇気が必要。本、子どもの脳を傷つける親たちより、育児放棄のサイン、いつも家の雨戸が閉まっている。夜、外に一人で子供がいるなど。虐待を受けている子供の特徴としては、服に季節感がない。育児ストレスでうつ病になる母親。共通点としては、近所付き合いがなかった。母親も子供の時に虐待を受けていた場合、三分の一が自分の子供にも虐待をする。子供を叱るときは、感情に任せないために、一旦トイレに行ったり、五回深呼吸するなどする。ネグレクト、育児放棄。育児放棄された経験があると、普通なら喜ぶご褒美に、脳が反応しない。脳量が小さい。報酬をもらうことで活性化する脳が大人になっても反応しない。関心を持たない無気力な大人になる。子供を怒りすぎたなぁと思った時のフォローは優しく抱きしめる。脳の改善に最も効果的なものはスキンシップ。オキトシンが分泌され、愛情を深め、安心感を高める。ひったくり事件や事故、交番よりも110番に電話する方が早い。交番が留守だったり、そこから110番すると、ひと手間かかってしまう。餅が喉に詰まる。呼吸ができない時のポーズは世界共通。両手をクロスして首を押さえる。チョークサインといって窒息を起こし呼吸ができないサイン。助けを求めている。家族が自宅で死亡。救急車を呼ぶと警察から事情聴取を受けることもある。病死。事件、事故を調べるため。防犯対策。一人暮らしの女性。コンビニなどへすっぴんの軽装で出かけると、近所に住んでいると悟られる。つけられたりひったくられたりする。カーテンがピンク色などの場合、女性だけの家と思われて、犯罪のターゲットにされやすい。公共料金の支払い。女性の場合、毎回違ったコンビニで支払う。一人暮らしだとバレてつけられたりする。表札やポスト、何かの記号が書かれている。空き巣仲間同士のサインであったり、工務店のカモであるというサインであったりする。例えば、F13 から17の場合、13から17字は留守、M は男性などの情報。表札、住人の名前がわかると、ネットで狙われる危険性が出てくる。
家族全員のフルネームを載せていると、オレオレ詐欺などの餌食になる可能性もある。表札の出し方は、名字のみが良い。ローマ字が一番安全。個人情報を探られづらい。防犯カメラ、白黒の方が暗いところでは顔が判別しやすい。防犯カメラの映像、現在は技術の進歩でカラーもある。低画質の方が犯罪の証拠になりやすい。長期保存できる。防犯カメラの映像は上書きされてしまう可能性がある。低画質だと10日ぐらい保存、高画質は3日程度。防犯カメラ専門店、約200種類のカメラ、自宅を監視、ペットの動向のほかに不審者がいないか確認、動きに変化があったら録画するタイプは、メモリーを節約でき、留守宅監視用に。最新のカメラで炎が映るとアラームが鳴るタイプも発売。カメラ機能を理解。防犯カメラは上書きで約10日分記録できるように、カメラ機能を理解して使う。夜に自動で白黒モードに切り替わる。薄暗い時は白黒モードの方が綺麗に映る。防犯護身グッズ専門店、お客様はストーカーや暴行被害に遭った方など、就職入学時期は親が買い求めたりする。催涙スプレー2700円、女性は距離を取る。液状と霧状があるけれど、霧状は自分の目に入ることもある。刃物から守る防犯手袋、 GPS 発信機、スマホやパソコンで位置を確認できる。小型カメラ付き時計、メガネ、ボールペン、ドリンクカップホルダーは自宅に不審者がいないかを確認するためなどに利用。一番人気の商品、防犯ブザー。音と声が出る。音を鳴らして遠くへ投げる。夜に人が来ると点灯するライト。不審者の顔に光が当たるように設置しないと意味がない。防犯 AI。AI とドローンを組み合わせて、スタジアムでの安全を守る。不審者特有の骨格の動きを見極められる。監視ルームに通知をする。人が揉み合う骨格の動きや、倒れている人の骨格なども判別できる。店の防犯カメラ、万引きを防ぐ AI カメラ。不審な動きから店の商品を手に取ると、売り場担当者のスマホに通知する。この AI は万引き G メンから情報や過去の万引き映像から学習した。被害額が半減した店もあるほど効果を発揮している。迷惑なセールス電話。撃退させるかもしれない一言。私の電話番号はどうやって知ったのですか？銀行などの観葉植物、犯人の身長比較確認のために170センチぐらいのものを置いているところが多い。コンビニ強盗、カラーボールの投げ方、足元に投げるのが良い。体に当たっても破裂しなかったりするので、足元のアスファルトを狙うこと。
危険な時に叫ぶなら、助けてより火事だの方が人が出てくる。家の鍵、型番で合鍵を作れたりするので、鍵カバーをつけるなどする。写真に写り込んだ鍵番号で合鍵を作り、部屋に侵入されたという例もある。犯罪情報マップ。そういうサイトがあり、路上強盗、わいせつ行為、不審者の通報があった場所を知ることができる。犯罪情報マップでググると出てくる。街の治安レベル。コンビニの女性誌の並べ方でわかる。女性誌の割合が2割を超えるコンビニの周辺地域は、犯罪率が低く治安が良い。コンビニの本棚は5つに分類。女性誌 20%、漫画誌 20%、週刊誌 20%、趣味・ビジネス誌 20%、成人誌 20%。自動販売機。事件や事故の緊急通報用に住所が書いてある。災害時に飲料を無料提供できる機会もある。見守り自動販売機。犯罪を未然に防ぐ。生茶の見本部分に小型カメラが仕込まれている。定番で入れ替えが少なく、設置し直す必要がない。生茶は不透明。人の目線にカメラを設置できる。自転車の盗難防止。サドルに鳥の白い糞の形をしたシールを貼っておく。5000枚売れた。医薬品の密売。年間7兆円。薬物依存症の人や保険未加入の人が購入。クレーム処理。クレームを受けた担当者がクレイマーのお宅に伺ったときは、絶対に座布団に座らない。座布団の下にメガネや私物を紛れ込ませたりする罠があったりし、さらなるクレームの上乗せがあることを懸念する。1万円入ります。店員が言うのは、共有の認識のため、お客さんと店員、店員と店員などで確認のためにしている。ギタ箱やロッカーなど、100円入れる、後で100円戻ってくるのになぜ入れる必要があるのか、鍵を返さない人がいるため、100円を徴収。無料だと必ず、一人で何個も使う人がいる。いたずら防止も兼ねている。傘専用が発明されたのは日本。生活防犯039。セレクト、火災、危険なこと、警察。火災やその原因、危険なことなど。いろんな火災。火災調査官。消火後に火事の原因を調べるエキスパートのこと。電池の爆発。電池の保管はテープを電極に貼る。ボタン電池とボルト電池が重なるとショートして小爆発。タンスの中で起こる。電気ストーブ。コードを調べ、ショートコンという丸い塊を探す。スイッチがオンになっていて使われていたかどうかを調べる X 線透過装置などもある。ドライヤーが突然発火。コードを強く本体に巻いたため、根元部分が断線。
使うと章として火花が出る。防ぐにはゆったりとゴムなどで束ねる。ウォークインクローゼットが火災。クローゼット内のダウンライトを消し忘れたまま戸を閉める。ダウンライトに布団が接していると10分で発火する。ボタン電池を捨てるとき、両面をテープで覆う。出火原因、消防士100人のアンケートによる。1位、放火。2位、タバコの不始末。3位、コンロ。4位、焚き火。5位、電灯、電話などの配線。火の気のない火事の原因、ベスト5。第1位、電子レンジ。温めすぎや押し間違い。調理中に爆発して火災。肉まんは6分でガスが発生して発火、爆発。さつまいも、じゃがいも、かぼちゃ、人参、ごぼう、枝豆は水分が少ないので注意。じゃがいもは8分で発火する。発火した場合は鉄の箱なのでタイマーを止めて扉を開けない。火が消える。第2位、冬レンズ効果で出火。スノードームや水晶、水の入ったペットボトルがレンズの役割を果たし、光を集める。冬は太陽が低い位置にあるので、部屋の奥まで光が届く。また冬は晴天が多い。1年で30件くらい火災が発生している。他にも、車の中の吸盤と椅子のシートが黒のため発火した。ベランダに置いてあった水の入ったボウルと、そばに置いていたタオルで発火など。建築物では、ビルのガラスや壁がレンズの役目をしたりなどがある。防ぐためには、レースのカーテンで光を和らげる。火の気のない火事の原因ベスト5。第3位、ペットの猫などが原因。留守中に出火。猫のおしっこがファックスに入ってカイロが燃えて出火。尿は乾いた後も燃える可能性がある。通電している家電は暖かいので、ペットが何かしてしまう。第4位、IH ヒーター。揚げ物を調理中に5分目を離した隙に火災発生。IH コンロで少ない油で揚げ物をすると、温度感知センサーが機能せずに火災が発生した。また、冷凍コロッケが鍋底にくっついて、センサーが冷たいと判断したりなど。油に火がついたら消火器を使う。第5位、熱が蓄積して起こる火災。洗面所の使用後のドライヤー。洗濯の乾燥機。油の残ったタオルなどは酸化し、わずかに発熱するものがある。天カスも放置すると発火する可能性がある。60度の箱の中に入れて積み重ねておくだけで発火する。16の危険な行動。安全管理アドバイザーを務める中尾正幸先生解説。便利なものも使い方次第で大怪我する可能性がある。正しい使い方をすることが大事。1、スマホ。動画を見ながらうたた寝をすると、やけどの危険。充電中のスマホで動画を再生しながら、布団をかけて1時間放置すると、
1時間後、スマホの温度は49度。3分間触れただけで低温やけどの恐れ。2、水槽のヒーターで火災。水槽を1週間放置し続けると、水が蒸発し、ヒーター部に水がない状態になる。ヒーターの温度が急激に上昇し、発火する。長期間の旅行や夏休みの教室などは要注意。6年前、ヒーターに発火しない加工の義務付けがされた。それ以前のヒーターは買い替えた方が安全。3、天かす。高温状態の天かすを一箇所に集めて放置すると、油の酸化反応が進み、自然発火してしまう。天かすは平らに広げてよく冷ます。4、ドライアイス。ペットボトルに水を入れ、ドライアイスを入れると、ペットボトルが破裂し、子供が破片で負傷した。ドライアイスの二酸化炭素が膨張して破裂。瓶やペットボトルなどの密閉容器に入れると危ない。絶対に入れないでください。よかったらグッドマークボタンを押してね。5、カセットコンロ。2台並べての使用は危険。2台並べたカセットコンロの上に大きな鉄板を置くと、焼肉や焼きそばが大量に作れて便利そうに思いますが、大爆発が起きる事故がありました。カセットコンロは高温になると安全装置が作動しますが、2つ並べると片方しか作動しないこともある。鉄板の熱でボンベの温度が上昇、爆発。現在発売されているものには注意書きがある。2台以上並べての使用は非常に危険ですので、絶対におやめくださいと。6、エアコンや扇風機。6から8月にかけて、エアコンや扇風機の火災事故が起こる。30年以上前に製造された扇風機のスイッチを入れると、急激に温度が上昇し、発火、火災になる恐れもある。扇風機が不調なら、使用中しか買い替えること。扇風機には、標準使用期間がある。いくら動くからといっても、10年以上経ったら買い替え時。7、天ぷら油での火災。天ぷら鍋の火を消し、その隣でやかんでお湯を沸かしていた。たまたま注ぎ口が天ぷら鍋の方を向いていて、天ぷら鍋の油がまだ熱かった。やかんのお湯が油の鍋に飛び、油がやかんのガスに飛んで引火し、住宅3軒全焼の火災があった。8、圧力鍋。圧力鍋で普段通りカレーを作ると危険。圧力鍋には蒸気を逃す弁があるが、カレールーを入れてからも圧力をかけると、弁にカレーが付着して圧力を逃すことができなくなり、鍋の蓋が壊れ飛んでくる危険性がある。圧力鍋の注意書きには、次のようなものは圧力調理しない。カレー、シチューなど、とろみや粘りがあるものと書かれている。カレーを作る場合は、ルーを入れる前に圧力をかけ、ルーを入れた後は圧力をかけずに調理するように。9、スプレー缶。暖房器具のそばにスプレー缶を置く。20分以上放置すると爆発する。
10. モバイルバッテリー。カバンの中でモバイルバッテリーが発煙。日本では安全基準を満たしている PSE マークのない製品は販売禁止になっている。海外製品で PSE マークのないものは使用注意すること。11. スプレー缶製品。スプレー缶は中身を使い切り処分。自治体により異なります。風通しの悪い場所でガス抜きを行うのは危険。スプレー缶に使用されている可燃性ガスは空気より重たいため、下の方に溜まる特徴がある。ガス抜きは風通しの良い場所で行うこと。12. ドライヤー。ドライヤーを使った後、コードをぐるぐる巻きにしていませんか？コードの付け根の中で電線が切れてしまっている時がある。電源、コンセントを入れるだけで火花が出ることもある。ドライヤーの異常動作を感じたら使用を控える。13. コールドスプレー。コールドスプレーをかけた状態で火を近づけると簡単に引火する。化繊の服は燃えると溶けるのでさらに危険。コールドスプレーを振った後にタバコを吸って火傷をした事例もある。14. 消毒液。アルコール消毒液は透明で引火しやすい。炎が見えにくいので危険。エタノールの炎は青白いため見えにくい。消毒後に火に近づくと火傷の危険がある。15. ライター。ライターを使用後、すぐにポケットに入れると、ポケットが燃える可能性がある。着火レバーから指を離しても、火が完全に消えないことがある。残火という、消火を確認してからポケットに入れること。16. 電子レンジ。電子レンジで、コーヒーやお茶を温めると、やけどをする可能性がある。電子レンジで温めすぎて沸騰させてしまった場合に、刺激で再度沸騰して、お湯が飛び跳ね、やけどをすることがある。ボタン電池の誤飲。体温計や防犯ブザーに入っているボタン電池。小さいお子さんが誤って飲み込んでしまい、食道に引っかかる事故が後を絶たない。実験してみる。鶏肉を子供の喉の皮膚とする。ボタン電池をその上に乗せ20分。化学反応が起きてアルカリ性の液体が出てくる。タンパク質を壊す。ただれたようになる。乳幼児が飲み込んでしまったら、すぐに医者に見せる。冬の爆発、発火、トップ10。東京大学大学院教授、中尾正幸先生解説。1. 油分のついた洗濯物を衣類乾燥機内に放置。自然発火の危険がある。エプロンについていた食用油やアロマオイルを拭いたタオルなど、洗濯物に残っている油分が熱風で酸化し発熱、乾燥機の中が燃え上がる。洗濯しても油分が残っている場合がある。2. 焼き芋を電子レンジで加熱。炎を上げて燃える可能性がある。焼き芋を入れ加熱。7分後、焼き芋の水分が水蒸気になり、
電子レンジから煙が出てくる。さらに3分後、レンジの庫内で焼き芋が燃え上がった。芋類は水分が少ない。冬の爆発発火トップ10。3、こたつで洗濯物を乾かす。こたつのヒーターに洗濯物が接触してしまい発火する。こたつの注意書きに、座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物など乾燥しないと書いてある。4、コード。断線したコードに電流を流すと火花が出て燃え上がる。断線の原因としては、コードが椅子の下敷きになっていたり、テーブルタップのコードをぐるぐる巻きにして使用していたり、ドライヤーにコードを巻きつけるなどしていたりなど。5、カセットコンロで炭を起こす。実験、カセットコンロの上に網を乗せ、炭を乗せ、火をつける。火をつけてから10分後に安全装置が作動し、カセットコンロの火が消えた。14分後、爆発した。炭の熱がボンベを加熱していた。冬の爆発、発火、トップ10。6、収斂火災。虫眼鏡で太陽光を集めると紙が燃える仕組みの火災。レンズの役目をしそうなものは、光の当たらないところへ置き、外出時はカーテンを閉めるなどする。7、折れ目がついたホットカーペット。ホットカーペットが折り曲がっていると電熱線が重なり高温になる。火災の原因となる。使うときは折れ曲がっている場所はないか確認。しまうときは取扱説明書を見て収納する。8、シュレッダー掃除にエアーダスターを使用していた。噴射されるのは空気より重い可燃性ガス。シュレッダーのゴミ受けにガスがたまり、シュレッダーを稼働したときに火花が起こったりすると爆発、炎上する恐れがある。シュレッダーの注意書きに、スプレー厳禁とある。冬の爆発、発火、トップ10。9、エアコンの掃除。エアコン内部を掃除しようと、洗浄液を使用。電気配線の端子に液体がついてしまうと、電源を入れた時にショートし、エアコンから発火、炎上する可能性がある。電気配線には蓋があり、液体をかけたり、蓋を開けたりしないように。10、ガス抜き中に引火。カセットボンベのガス抜き、ついキッチンのシンクで行ってしまう。ガスコンロの火が消えていることは確認。換気扇も回して、シンクの中でガス抜き。ガスは空気より重いので、シンクの底に溜まっている。水道の蛇口などを触り、静電気が起こると爆発、炎上する危険がある。屋外の火の気のない風通しの良い場所で、カセットボンベのガス抜きは行いましょう。スプレー缶のガスは捨てる前に必ず抜くこと。実験施設。製品評価技術基盤機構燃焼技術センター、通称ナイト。事故の原因調査、注意喚起の映像を作成している施設。モバイルバッテリーに圧力をかけると爆発し燃える。リチウムイオン電池がショートして発火。軍手に瞬間接着剤が付着すると火傷の危険。
軍手にポタポタと瞬間接着剤をつけると、温度が20秒で20度から80度に上がる。瞬間接着剤は空気中の水分と反応して発熱して固まる。金属、プラスチックに垂らすと表面積が小さいので発熱も小さい。軍手や衣類などに付着した場合、繊維に染み込み、空気に触れる表面積が大きくなり、高温になってしまう。手につかないようにと軍手をして、瞬間接着剤を使用するのは危険。電子レンジで牛乳などの液体を加熱しすぎると、やけどの危険。沸騰する温度を超えても沸騰しない加熱状態。スプーンを入れるなどすると急に溢れ出てくる。突沸という現象。沸騰するものなら何にでも起きる可能性がある。少しずつ温めること。コンロなどで味噌汁を温め直すときも危険。実験では鍋が飛び上がり、中身が飛び散った。味噌汁を鍋で温め直したい場合は、弱火かかき混ぜながら温めるなどすると良い。いろんな事故を避けるためには、製品の取扱説明書は必ず目を通すこと。冬場の静電気。静電気でタンクローリーやガソリンスタンドが大爆発。乾燥した空気は電気が逃げにくい。防ぐには木材を触ってからドアノブに触る。火は電気を通す。コンクリートや土でも OK。冬の危険、雪の塊が落ちてくる。雪が降った次の日に危ない。雪が溶けて固まる。車に雪が積もったら、しっかり落としてから走る。建物の屋根から落下の可能性もある。5メートル上から30キログラムの雪が落ちると、止めてある車の天井が陥没する。建物の所有者は、こまめな雪かきが必要。雪が降った翌日に晴れていたら、建物から離れて歩く。上を気にすること。火災は12月から増える。出火原因、放火が全体の2割。乾燥注意報、火災が起こりやすい気象条件の時に発令。網目のあるガラス窓、火の侵入や火事の広がりを防ぐため、中に網が埋め込んであり、防火設備用ガラスという、割れてもバラバラにならず下に落ちにくい。ビルなどの窓にある赤い三角マーク。火災の時にはしご車の救助で侵入するための窓で壊しやすくなっている。乾燥剤の発熱。濡らすと240度を超える。ガス漏れしていた場合、換気扇のスイッチを入れた瞬間に爆発の危険がある。窓を先に開けるが正解。消防車のサイレン。警鐘の音がある。火災現場へ向かっている。警鐘の音がない。救急車の代わりに出動するとき。地域によっては同じところもある。消防隊員は、救急隊員の資格があり、救急支援を行える。ドップラー効果。サイレンや警報が
向かっていくときは高音、通り過ぎると低音に聞こえる現象の効果のこと。救急車はやじ馬が集まりやすくなるので、だんだん音を小さくする。消防車はブチッと切る。救急車の走り方。急いで走らない場合がある。くも膜下出血の場合は、振動を与えないように走る。突然倒れた人は、体を動かしたり、揺すったりしないように。救急車。救急車をお願いしますより、早く出動できるのは、住所を先に言う。赤信号や交差点に進入するとき、うーうーというモーターサイレン音を使用する。交番、警察官やいろいろなこと。日本生まれの交番がすごい。漫画、箱詰めで話題。作者は元警察官の安美子さん。交番とは交代で番をするから交番と名付けられた。明治7年に警視庁で交番が作られる。明治時代はお金が豊かではなく、多くの警察署を作れなかった。警察署から離れたところに複数の拠点としての施設を作った。施設で警戒、パトロールしたのが交番の始まり。日本の治安は世界トップクラス。交番の犯罪抑止効果。京都産業大学教授、田村正弘先生解説。犯罪減少につながる交番の重要な役割。1. 市民との距離感が近い関係を作ること。2. 110番通報。3. 落とし物システム。4. 職務質問。5. 容疑者追跡。警察官になって最初の勤務は、原則として交番勤務。若手が活躍している。1. 市民との距離感が近い関係を作ること。交番で発生したいろんなこと。交通違反の取り締まり。パトロール中の倒れている男性の介抱。熱中症らしき女性の介抱。110番で自殺をほのめかす少女の捜索。パトロール中悪態をつく女性に優しく対応。道案内、交番の外に立って立番していたら、調布駅東口へ行きたいと、説明してもわからないので連れて行く、一緒に待ってあげる。子供に敬礼をされた、敬礼してくれた子供にお返しの敬礼をする。散歩中の犬や飼い主との触れ合いなど、子供や女性に対しての声かけ事案は、ストーカー被害などを未然に防ぐため、確信はないが怪しい程度の疑いでも、交番に相談してくれることで、見回りを増やすなどの対策ができる。不安、相談、対応への流れ。交番に相談してください。300億円近い被害の特殊詐欺。架空請求詐欺、未納料金があり、法的措置や裁判で差し押さえするなどと脅してくる。ワンクリック詐欺、料金が発生しましたという画面に変わり、50時間などのタイマーが作動する。大会希望など、誘導に従うとお金を支払わされる、または個人情報を奪われる。何もしないこと。フィッシング詐欺。大手ショッピングサイトをかたり、アカウントがロックされました。ログインして確認してください。などの連絡が来る。個人情報やクレジットカードの情報が盗まれる。不在配達メール。
不在配達メールのふりをしてクリックさせる。警告メールはそもそも怪しい。不安な方は最寄りの交番や警察署、警察相談ダイヤルのシャープ9110に相談してください。2、110番通報。とにかく早い現場到着を実現し、検挙率を2倍にする。事件事故発生から現場到着までの長さ。3分未満の到着で、検挙率 11%。5分以上10分未満だと、検挙率は 6%。真っ先に到着すると、証拠入手、刃物押収。被害者が出る前に逮捕できる可能性が高い。警視庁では逮捕の半数近くが現行犯逮捕。110番通報、通信システムの最前線。現場到着時間を短縮する最新システム。東京23区内の110番通報は、警視庁本部内の通信指令センターにつながる。受理台が110番通報を受ける。手書きでタブレットにリアルタイムで情報を記入。その情報は共有される。指令台で77の警察署を通し現場に向かう指令を出す。指令を受ける交番、イヤホンで指令を聞きつつ、最新アイテムの P-FON を全員が持ち、みんなでチェック。P-FON は警察官専用に開発されたスマホ。警察庁の交番警察官全員が所持している。手書きタブレットの情報がそのまま送られてくる。従来は出動命令が出て無線連絡が入り、情報をまとめてから出発していたので時間がかかっていた。現在は P-FON で情報を確認しながら出発できる。現場に最初に着くのは交番の人が早い。状況がわからないので危険性が高まる。凶悪犯がいるかもしれない。交番警察官は職務中、常に拳銃を所持している。刑事や捜査員は普段は拳銃を携帯していない。女性は交番勤務時は対人防護衣を着る。捜査時は着ていないので、拳銃を所持すると拳銃や警棒が胸やあばらに刺さる。女性は原則警察施設以外でトイレに行けない。拳銃があるときは装備品を全部外さないとズボンが下ろせない。拳銃の置き忘れによる盗難の可能性も出る。3、世界でも落とし物の返還率の高い日本。警視庁管内の落とし物ランキング。2020年、令和2年、第1位、証明書類。第2位、有価証券類、スイカやパスモなど。第3位、衣類、履物。第4位、財布類。第5位、傘類。落とし物管理システム。年間123億円が落とし主に戻る。交番に届けられた翌日、警察署で2週間保管後、警視庁遺失物センターに移動して約3ヶ月保管。警視庁遺失物センター、テニスコート5面分の1000平米以上の広さ、60万点以上の落とし物を管理している。別のフロアに400平米を埋め尽くす傘が約3万本保管されている。年間20万本以上の落とし物の傘がある。例、傘の落とし主から問い合わせがあった。9月30日、京王電鉄の車内か駅で紛失。
紺色に白の水玉でクリーム色のフリルがついている。ポイントは場所と日付、データベース上に記録されている。鉄道会社からは直接遺失物センターに保管依頼される。交番、警察署、鉄道会社でデータを共有している。財布の場合は、二つ折りか長財布かなどの特徴、色、材質、ブランドなど、入っている金額や免許証など、データベース上で共有。法律では拾ったお金の 5% 以上、20% 以下の放浪金を拾った人に支払わなければならない。珍しい落とし物、いれば、新幹線の窓の小さなテーブルに忘れる人が多い。4. 犯罪を未然に防ぐ職務質問。全国の総検挙人員の約7割は、交番警察官のパトロールの職務質問がきっかけ。交番警察官は、パトロール中は常に犯罪を念頭に置いている。職務質問の結果、検挙へとつながり、治安を守る要になっている。田村先生解説、職務質問の視点。基準1、物的証拠など犯罪をした可能性が濃厚だと思ったら。基準2、犯罪をする人の行動と似た行動をしている。職務質問は、だいたい1000人に声をかけたとして、999人は善良な市民、相手に職務質問に協力してもらっているっていう気持ちを忘れないようにしている。犯罪を防ぐ目的もある。5、容疑者追跡や似顔絵捜査。容疑者追跡、防犯カメラの映像を組み合わせながら足取りや犯人像に迫る。防犯カメラでの捜査は現在は主流の捜査方法。全国で防犯カメラは約500万台、重要犯罪の検挙の 12% を占める。防犯カメラ精査、刑事や鑑識が担当することが多いが、地方では交番警察官が応援要請されることもある。防犯カメラの映像の一瞬を見逃さないためにも、まばたきすら許せない。見始めてから6時間後、目と頭が痛くなり、涙が出る。精神的に不安定になることもある。交番警察官は、その町に詳しい分、防犯カメラ精査をするのは効果的なことも多い。似顔絵捜査。似顔絵捜査官が担当することが主だが、講習を受け交番警察官が取り組むこともある。似顔絵は下手くそでも OK。用途で検挙につながった似顔絵は、絵がうまくなくても特徴をきちんと捉えている。はっきりしない部分は曖昧にする方が効果的。曖昧なところを書き込んでしまうと、間違った印象を与える。曖昧なところは、見た人が想像して似ていると思ったりする。刑事ドラマ、警察官独特の見方。ありえないよね、とも思うところがあるが、刑事魂を見せてくれるので、自分も頑張ろう、と思ったりする。ありえないと思う場面、刑事が人を殴る、胸ぐらをつかむ、取調べ室のカツ丼など、漫画箱詰めよりエピソード、正義のジンクス、性犯罪を受けた女性被害者の事情聴取、警察、交番警察官としてやるべき仕事、
たとえ被害者の心に負担が大きいことと分かっていても、細かな事情聴取をしなければ被害者を救えない。裁判で虚偽の事件でないと証明するため、どういうふうに乱暴されたか、覚えている限り詳細に説明してもらわないといけない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。別のも見てくださいね。